Eikichi Yasuwa News and Information. Welcome to Rock and Roll. どうも、辻田六郎です。本日も矢沢永吉のニュース、矢沢永吉関連のニュースを AI の読み上げ機能でお届けいたします。多少イントネーションや読み間違いがありますが、アプリがバージョンアップされるまでこのまま使用します。チャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。それでは最後まで楽しんでください。本日のニュースはこちら。米川秀幸独奏会。CCB ギタリスト米川秀幸登場。 CCB のギタリストとしてデビュー、ボーカリストとしても活躍し、解散後の90年にソロ活動を開始、シングル日テレ系同窓会挿入歌ほかリリースし、全国ツアーを行う。作曲、編曲、CM 音楽制作、スタジオ、ワークでも活躍しながら、近年、矢沢永吉のライブサポート、アルバム録音にギタリストとして参加し注目を浴びた米川秀幸と矢沢永吉の関係性は、米川秀幸は矢沢永吉のライブに参加、楽曲に参加するなどしている。現在も良いパートナーとして共に活動することが多いようです。今後もまだまだ二人は音楽で共に活動するものと思われ、矢沢永吉も彼のギターを気に入っているのだとか。同世代のミュージシャンによるセッション、歌、演奏、楽しくもスリリングな演奏をお楽しみに。米川秀幸独奏会開催日時、2023年7月22日土曜日、17時から20時まで、備考、会場16時、会場、水戸ガールトーク、茨城県水戸市白梅 1-7 の十五重橋ビル2ファラド。料金、有料、4000円、お問い合わせ、029-225-0050 ガールトーク。掲載の情報は天候や主催者側の都合などにより変更になる場合があります。